ブッディのカードを選んだ皆さん、こんにちは。いかがお過ごしですか？今日は皆さんのために、皆さんの過去、現在、未来をタロットカードで読み解いていきます。最後に、このブッディのカードからメッセージを受け取りたいと思います。では、タロットカードをシャッフルしていきます。出ました。過去はですね、ここ数年以内の過去、未来は数年先の未来をイメージして占います。年単位のリーディングになりますので、すべて正位置で見ていきたいと思います。ではこちら、皆さんの過去、これまで歩んできた道、はい、大アルカナカードのヒエロファントのカード、そしてカップの8ですねが出ています。あなたは組織の中の優れた指導者であったかもしれません。もしくは優れた指導者を得た側の人かもしれません。いずれにせよですね、優れた指導者を得て、あなたの所属している組織はうまく回っていたようなんですね。けれどもあなたはここですね、あえてこの場を去ることを決めたんですね。もう少し詳しく見ていきますね。はい、ここでまた大アルカナカードですね。エンペラーのカード、社会的成功、やはりあなたが指導者側だったかなというふうなイメージですね。指導的立場で社会的成功を収めて上り詰めた人物だったと言われているんですね。はい、ここで大アルカナカードのタワーのカードもありました。順調なように見えた自分の人生、これまで築き上げてきたものがですね、一気に崩れ去るような、そういったカードなんですよね。急展開を迎えたと言っているのです。これがきっかけでこの場を去ることになったと言っているようですね。そしてその場に留まっていては自分の夢が叶わないということを知って、少しタイミングとしては腑に落ちないところもあったんですけれども、それでも自分の夢を叶えるためには去らなければならなかった、そういうふうにメッセージが届いています。では次、こちら皆さんの現在、現在地や現状を確認していきます。はい、太陽のカードとソードの7ですね。今あなたはですね、本当に生き生きと生きているようなんです。本領発揮というふうなイメージなんですけれども、本当に何の恐れもなく活躍している、そういった姿ですね。一方でこちらは思考と行動の矛盾を言うんです。仕事を辞めるということを選んだけれども、本当はとどまりたかった。本当の自分の望む先と実際に進んでいった先が全く逆方向な、そういったイメージなんですね。しかし全てを得ようとするとですね、失敗するんですね。今手元にあるものを大事にしなければならない、こ
ここで大アルカナカードのシャリオットも出てきました。前進して勝利をつかみ取る、そういった勢いのあるカードです。はい、ここでワンドの2も出てきましたね。何かやりたいことがあって計画している段階だということなんですね。ではその先、一体どんな未来が待っているのか、皆さんがこれから歩む道見ていきたいと思います。はい、フールのカードとカップの10ですね。一つの終わりを迎えて、全く新しい可能性のある場所を目指していくよ、そういうふうに言われているんですね。ここまで皆さんが過ごしてきたこと、それが本当に満足いく形で終わりを迎えて、そして無限の可能性を秘めた自分に生まれ変わったような、そういった未来が待っているよと言われているんですね。もう少し詳しく見ていきますね。はい、ソードの10です。これまでの苦しみ、悩みは全て終わって、また新しい一日が始まるんだよ、そういった風に言われていますね。で、ここでソードの4も出ています。休息を意味するカードです。そうですね、過去から見ていきますと、本当にいろいろなことが、大変なことがあったようなんですね。数年先にはですね、その苦しみが全て終わって穏やかな生活をしているよ、そういうふうに言われています。はい、では最後にですね、こちらのブッキーのカードからメッセージを受け取ります。ブッキー、内なる知恵、知性、賢明なものよ、あなたに生まれつき備わっている知性に気づいていますか。あなたが求めている答えをあなたはすでに知っているはずです。この人生で私たちはすでに知っていることを学び直しているのです。私たちの中にある知恵や解決策を思い出すことができるように、幻想を手放しましょう。頭の中のおしゃべりを黙らせて、魂の声に耳を傾けてください。そしてあなたの内側にある知恵の本を読み始めてください。あなたの人生のストーリーを大きな知恵であるブッディによって書き直しましょう。以上になります。お楽しみいただけましたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。